比嘉大悟は16連続 KO。 金メダリストにして世界王者の村田亮光にすべく負けられない戦いに臨む。みんなが納得する。日本の小原圭、 RBO ブルーのトランクスが小原圭太、一方ブラック。この試合の解説は具志堅用高さん、そして川島博さんです。小高田よろしくお願いいたします。2018年が始まりました。今年越し、そのあたり川島さん、もう一度その敵地にですね、海外で1年目を迎えました。陣営としては小原圭太です。上体左狙いますかね、うん、まあ、相手の効き具合パンチでしたね、左フックの打ち終わりの左右のカウンターですよね、またそんなに効いたっていうのを大事だからね、非常に研究する時間を長く要してきたと運命です。そうですね、特にサウスポーですからね。ここまで 10% というフィリピンのラガンベイです。左パンチの当て感というのは具志堅さん、ラガンベイいかがですか。まあ、パンチは大きいんですけどね、それだけあのサウスポーの左ストレートがうまいというわけでもないんだけど、はい、いいですね。危ない、左ストレート、はい、右はこちら当たりました。標識が鳴ります。あと10秒です。ハードヒッター同士のファイトとなったタイトルマッチです。右が当たった後左で倒しました。気をつけなければいけないという大きなパンチもありました。川島さん、第1ラウンドのラガンベイありましたか。あとから左打ち上げるような左ストレート、気をつけなければいけません。パンチやや小原の右の方が赤くなってきました。まあ非常にラフですけどね、ちょっと打ってくるところに何かカウンターのパンチを欲しいですね。一辺とのリッチもありますからね、とりあえず相手のペースで左パンチ当てた、いいですね。パンチを当ててくるというスタイルで当たりますというラガンベイのパンチです。左のストレートがかなり多いようですね。多いですね。だからやっぱチャンピオン、これはやっぱ右ストレートを出した方がいいですね。右のストレートちょっと少ない、第2ラウンドはチャージをかけてくるようにラガンベイが前に出てきます。22歳、1着というラガンベイです。ノックアウトマシーンかかってますね、アジアパシフィックのベルトを巻いて1歳の小原圭太です。うまく当てた、右のストレート、はい、右のフック、距離を取ってから一気に踏み込んできます。の顔面を捉えました。運動量が非常に多く増えたラガンベイ、右を避けた後のこの左 WBO ガードがちょっとね、オープンガードになってましたね、はい、右が下がったところ、ややフック、あの小原が立ち上がることができませんでした。普通ならあのここで前を空切るんですね、パンチが、はいはい、軍配はチャレンジャーのアルビン・ラガンベイに上がりました。サウスポー対策か、それがちょっと足りなかったかな。そして